俺はあくまでも彼女が欲しい。柏木、俺にはどうして彼女がいないんだ。はあ、ネクラで陰険そうなオカルト犬の部長だからでは。そうだよな。だとすれば俺はこのまま一生彼女ができないわけだ。はあ、つまり彼女を作るためには何かドラスティックな変化が必要だ。なるほど。そこで本日はサキュバスを召喚したいと思います。どうしてそうなった。どうしてって、召喚して彼女にするためだけど。こちらが察しが悪いみたいなリアクション。いや、普通に考えたら彼女は人間の方が良くないですか。おいおいおい、落ち着いて考えたまえよ柏木くん。落ち着いてほしいならそのアメリカで博士号を取ってそうな口調をやめろ。俺は幼稚園以来友達が一人もできたことがないぼっちのエリートだぜ。人間の彼女なんてできるわけないだろう。それにサキュバス、なんかエッチじゃん。正直に言っても特に好感は生まれませんよ。まあ別に止めはしませんが、本当に必要なものとか揃ってるんですか。そらもうバッチリよ。ブラッドストーン、小脳、ブランデー、石炭、金貨を包んだ袋、それから処女が作った2本の新しいろうそく、これで準備万端だぜ。うん、それ私が昨日美術で作ったやつですか。そうだけど。はっ、お前もしかして処女じゃない。頭蓋骨叩き割りますよ。その反応は肯定なのか。いいな。おーい、今すぐやめますこの話題。さて、それでは床の上に魔法陣を描き、2辺にろうそくを立てる。日よけに石炭を入れて、ブランデーと小脳をかけて点火っと。そして呼び出す。偉大なるルシファーよ、主の皆において命じる。悪魔を召喚せよ。やれやれ、こんな適当な儀式で成功するわけ。あら、私をわざわざ召喚するなんて珍しい人間もいたものね。成功してる、マジか。パンツを見せてください。急展開を見せるな。いや、いざ呼び出してみるとあまりに可愛すぎて。なるほど。俺ごときの彼女になってもらうのが申し訳なくなってきて、パンツくらいで我慢しておいた方がいいのかなと。自虐するか欲望を吐露するか、どっちかにしてください。いや、しかしこれはマジですごい。垂れ目、黒髪ロング、 F カップ、やや太めの太もも、優しくてガード緩そう、ものすごく好みのタイプ。ものすごく童貞が考えそうな安直な女ですね。しかしまあ、好みのタイプなのは当然なのでは。サキュバスは悪魔ですからね。男性の夢を読み取り、その理想の姿で現れると言います。召喚した部長の好みに合わせたということでしょう。そういうこと、詳しいじゃない。それで彼女が欲しいんだっけ。ああ、いいよ、なってあげても。ああ、いいすか。もちろんいいよ。パンツなんていくらでも見せてあげるし、どんなことだってしてあげるよ。どんなことでも。例えばそれは、緩めのシャツで前かがみになったらブラが見えそうになってついチラ見してしまったところを、すごい勢いで隠されてこちらが謝ると、恥ずかしそうに痛いならそう言ってくれればいいのにとつぶやいたところを、何って聞き返したら赤面しながら何でもないと言い返してもらうことも可能だと。まあできるけど、君はなんか童貞っぽいね。だったらぜひ。10年くらいかな。あ、私と契約してくれれば10年間あなたの彼女になってあげる。10年だけ。私は悪魔だもの、これはビジネスなの。でもやるからにはちゃんと仕事はするよ。いつもあなたのそばにいるし、どんなプレーだって断らないよ。童貞くんが知らないことだっていっぱい教えてあげる。ああ、いや、どうでしょうね。そういうのはちょっと早すぎるというか、まずは段階を置いてですね。そうだね、10年もあるものね。じっくり進めていこうね。それじゃあ私と契約しちゃおっか。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。